山本周五郎作、お馬印拝借。土田玄七郎が来たという取り次ぎを聞いて、三村勘兵衛は、うんとうなずきながら、口をへの字なりに引き結んだ。何やら思い惑うと言いたげな顔つきである。うん。 もう一度うなずいて天井を振りあおいだ。それから開けてある妻戸の向こうの庭を見合った。すると庭外れにある疎災畑で娘の忍が何やら立ち働いている姿を見つけたので、これまた慌てて目をそらした。片原にいた 妻のおすげは、その様子をいぶかしそうに見守っていたが、いかが遊ばしましたお会いなさいませんのですかと聞いた。なにああ、会う。勘兵衛は急いで、すぐに行くから接待へ通しておけ。取り次ぎの者にそう言って自分も立ち上がった。 けれども、まだ何か心に消しかねるものがあると見え、くったくげにため息をついたり、はかまのひだを直したりした。そして、やがてふと妻の方へ振り返り、にわかに思いついたという調子で、どうだろうあの鏡を原始治療に使わそうと思うが、 おすは、夫を見上げたが、ああ、そのことだったのか、と微笑した。私は結構に存じますが、忍もいいだろうな。それはもう、申すまでもないと存じます。それなら良い、というように、勘兵衛は、眉を開きながら、初めてそこから出て行った。 土田源一郎は下腹巻きのこちらへで、円座の上にしんと座っていた。額のひいでた浅黒い顔に、意志の強そうな口つきが目を引く。二十六歳のたくましい筋骨は、それだけでも人を圧倒するように見えるが、全体の感じは奥測の深い。 んとした風格に包まれていた。口日でございます。源七郎の会釈に答えて、よう参った。と言いながら、勘兵衛は座についた。そして、それなり言葉が耐えてしまった。源七郎はじっと襖の方を見守っているし、勘兵衛は膝の上で、 両の拳を代わる代わる撫でている。しかし、心の内では、さあどうした。早くしないと、また檻を逃すぞ。そう言って自分をけしかけているのである。一口に言えば、彼は、娘の忍を、源子治郎の嫁にやりたいのである。 源七郎は、榊原康政の家来で、その旗回り十基の一人に数えられているし、また、彼には、老いに当たっていた。つまり、おすげの兄の三男であった。ゆかりも朝からぬ上に、人柄も頼もしく、これこそ、忍の,の夫にと、早くから決めていたのだが、 相手が無口であり、官兵衛がそれに劣らぬ口下手で、今日こそと思いながら、つい切り出す折を得ないできた。それなら、ナコードを頼めばよいわけだけれど、官兵衛はどうしても直に話を決めたかった。もらってくれるかいただきましょう。そういう、 はっきりした約束を自分で取り交わしたかったのである。相対して座ったまま、かなりほどへてから。実はこの度、出陣いたします。と銀七郎がようやく口を切った。先手組の番頭に取り立てられまして、今日、これより掛川城まで下ります。ほう。 先手の番頭か。官兵衛は目を見張った。榊原の先手組は、その精鋭と激しい戦闘力を持って知られている。その隊長に得まれたというのは、非常な抜擢であり、名誉であった。それはめでたいな。しかもすぐ出陣とは。では、 いよいよ、広州と始めるのだな。いかがでございましょうか。私ごときには、何も愛わかりませんが。当分は、掛け川にとどまるものと存じますので、ご挨拶を申しにまかり出ました。それはよう来てくれた。それではともかく、衆議の支度をいたそう。 勘弁はそう言って立ちかけた。しかし、立ちかけた膝を元へ直すと、急に意を消したという様子で、はなはだ突然ではあるが、そこもとが出陣するにあたって、いや、その出陣するというについて、話があるのだが、 ひどく堅苦しい調子でそう言い出した。と申すのは、実は、わしの家に、伝来の古鏡がある。手のひらへ入るほどの小さな鏡だ。裏に、ボタンの花が彫ってあるので、ボタンの鏡と申しておるが、何でも、五感時代の品だそうだ。いや、 もちろん時代などはどうでもよい。話というのは、つまりその、わしとしては、忍のぶの婿になるものがあったら、片目の印として、その鏡を信ぜようと考えておった。つまり、婚姻の片目の印としてだ。官兵衛にはそこまでこぎつけるのが精一杯だ それだけでもう首筋へ汗が吹き出ていた。源七郎はちょっと眩しそうな目つきになったけれど、やはりしんと座っている霧だし、後の言葉の続けようがなくなってしまった。それで思い出したように、とにかく祝いの支度をいたそうと立ち上がった。 源七郎は静かに目をあげた。お待ちください。せっかくではございますが、まだ挨拶に参るところもあり、黒言も早くはございませんので、祝っていただく糸間がございません。これで失礼をつかまつります。それはそうでもあろうが、勘弁は困ったように空席きをしたが、とにかく待て。 と言いさま足早に奥へ去って行った。かなり長い間待たされた。そして、やがて人の来る静かな足音がした。それは、勘兵衛ではなくて、娘の忍だった。年は十八歳になる。飛び抜けて美しいとは言えないが、 三村のしの忍殿とかなり評判である。それは忍の,ぶの目のためかもしれない。幼い頃から大層情け深い性質で人がトンボを取るのを見ても涙ぐんでしまう。犬の子や猫の子を見るとすぐに懐へ書き抱かずにはいない。 召使いの者が叱られても泣き出す。そういう気心がそのまま現れているような目だった。見つめられるだけでこちらの心が温かくなり、生きていることさえが楽しくなるような目であった。この度はおめでとうございます。忍は手をついてつつましく挨拶をした。 ひまどったのは、身じまいをしてきたからであろう。薄く化粧をして、余るほどの黒髪からは、焚きしめた甲がよってくる。源室郎は黙ってえしゃくを返した。しのぶは、静かに持ってきた複作包みを差し出しながら、父からお引き出物にと申します。 お恥ずかしい品ではございますが、お収めくださいますよそう言って低く頭を下げた。片付けのおござる。上代つかまつる。原七郎は手を伸ばして受け取った。それは間違いなく、今主が話した古鏡と思えた。彼は目を上げて、 じっと忍のぶの表を見守りながら、忍ぶ殿、こなたは、この品が何であるかご存知ですかはい。そう答えながら、忍ぶも目をあげた。心に染み入るようなあの目だった。存じております。ボタンの鏡でございます。そして、 にわかに赤くなった。それは、ふいに花の咲いた感じだった。原子治郎はその表を確かめるように見つめ、やがて眩しそうに瞬きをしながら言った。確かに、頂戴いたします。勘兵衛夫妻が、 原子治郎を式台まで送って出た。ぶは今へ下がって着替えをするとすぐにまた庭の菜園へ降りていった。わずかな時の間に自分がまるで違う人間になったように思える。ボタンの鏡を送ることが何を意味するかは父から聞かされた。 かねて、そうなるのではないかと考えたり、また、自分のような不都なものがと諦めたりしていた。それが、いよいよ、事実になった。自分は、やがて、土田玄七郎の妻になるのだ。そう思うと、何とも言いようのない感動で、胸がいっぱいになり、 空の色も、あたりの木にも、畑の素材のみずみずしい緑までが、今、初めて見るもののように、びっくりするほど、新鮮に見え出すのだった。すると不意に、しのぶ殿という人の呼び声が聞こえた。しのぶ殿こちらです。声は裏木戸の方だ 振り返ってみると、軌道を開けて、つかつかと、一人の若者が入ってくる。甲冑をつけているので、ちょっとわからなかったが、近づくに従って、かわず、虎の助だということがわかった。虎の助も、同じ、榊原康政の家来で、父親同士が親しかったから、 このうちへもかなりしばしば行き来していた。いよいよ出陣です。彼は興奮した調子でそう言いながら歩み寄った。貝と手切れになったのです。先手組に加わって掛川へ行きますが、何か非常な持ち場へ着くようですから、生還は望めません。今度こそ、 見事に、討ち死にと、覚悟を決めています。そこまで聞いて、忍は胸を疲かれた。銀七郎は何も言わなかった。そんなことは、一言も口にしなかった。本当だろうか。我知らず心がよろめいたとき、虎の助の咳込んだ言葉が耳へ突き刺さった。 約束してください。万一にも生きて帰ったら、その時は虎之助の妻になると。もちろん生きて帰るつもりはありません。死に物狂いになって戦い、立派に内死にと覚悟しています。それだからこそ、こんなことを言うのです。忍殿、お願いです。出陣の花向けに、 約束してください。未練ではない日頃の願いを確かめて行きたいのです。無礼も無作法も知ってのお頼みです。忍び殿、どうか承知したと言ってください。抑えに抑えたものがほとばしり出るような言葉だった。内死にと覚悟を決めた若い命の それが最後の叫びだろう。毎一文字に突き詰めた小姉を浴びて、忍は紙のように色を失った。はい、と夢中で頷いた。はい、私。ああ、約束してくれますか。ああ、と虎の助は燃えるような目で大きく空を振りあおいだ。ありがとう。 これで心残りなく出陣することができます。あなたの心さえ確かめれば、後の話は改めて。いや、それは今言う必要はありません。ありがとう、忍殿。彼は手を差し出そうとしたが、さすがにそうはしかねたと見え、時刻が迫っているからといった。 情熱の溢れる目でじっと忍を見守り、すぐに決然と身を翻して裏木戸から去っていった。すべてはあっという間の出来事だった。夢のようでもあり、通り魔にも似ていた。忍は送信したもののようにしばらくはそこへ立ちすくんだままだったが、 やがて、口のうちで、はい、とつぶやき、その声で、がくぜんと、目を見開いた。いいえ、違います。違います、虎之助様。声をかぐりにそう叫びたかった。しかし、もう、遅いのである。一転瞬のうちに、すべてが崩壊し去った。たった一言の、 はいが、運命を変えた。その一言は、取り返しようがないのである。忍は、皮脂と目をつむり、そこへくたくたと、膝をついてしまった。どこかに月明かりでもあるような、ほのじらんだ夜空から、細かい霧粒のような雨が、 音もなく降りしきっている。五日あまり少しの晴れ間もないリームだったが、どうやらもう上がりそうな様子で、山の背の方ではしきりに風の渡る音がしていた。あまり深くはないが、山海の傾斜のひどい道で、その上、両側から覆いかぶさる寒木の茂みに塞がれているため、 一列になった兵たちの一人一人が、その枝葉を押し分けて登らなければならなかった。原子郎は先頭にいた。ざる沢というところを過ぎてからは、隠密停心を命じてあるので、兵たちは皆、しわぶき一つせず、滑りやすい坂道を登るあえぎと、かき分けてゆく草林の、 ざわざわ言う音だけが、わずかに列の動きを示しているばかりだった。死んでくれ。全員あげて、うち死に押してくれ。掛川を出るとき言われた言葉は、今もまざまざと耳に残っているし、そういったときの安政の食い入るような眼光も忘れられない。彼は、 その言葉と、まなざし等を思い返すことによって、当面している任務の重大さを改めて確かめる気持ちだった。海の武田氏と三河の徳川氏との間に何かことが起こるであろうとは、すでに世人の早くから推察していたところである。これまで両家には、 大井川を境として、互いに犯すべからずという一種の不信略条約が取り交わされていたが、戦国の世のことではあり、雄大な勢力を持っている武田晴信が、当時ようやく台頭し始めたばかりで、まだ劣弱な存在でしかなかった徳川氏との名役をどこまで守るかは、 全く疑問だった。そしてその疑問がついに事実となって現れる時が来たのである。駿河の国府中城、駿府とも言う現在の静岡市には、武田市の武将である山形三郎兵衛正影が二軍の軍を擁していた。彼はその頃、 勇猛の名を知られた人物で、元より小徳川氏などは眼中になく、次第に規則を破り、島田に陣屋を設けた上、大井川を越して遠州城東部の米を奪い、至るところで傍若無人の振る舞いをし始めた。かくて、永禄十二年五月のある日、 徳川家康が馬回り百機ばかりを連れて金谷から大井川の西岸を巡検に出たとき、山形正影が千五百機余りの兵を率いて来るのと出会った。そこは川を越した金谷の駅に近いところで、つまり不審の約束を踏みにじった現場を見つかったわけである。 マサはさすがに具合の悪そうな顔で、黙礼をしてそこそこに行き過ぎたが、家康の手回りがわずかな人数であるのを見ると、にわかに馬を返し、乱暴にもいきなり抜き連れて襲いかかった。家康は素早く共愛の地へ退いて迎え、本田忠勝、 酒薔原康政、大須菅康らが死を決して切り込んだ。五主君の気球を救おうとする一年不退転の切っ先に、たちまち七八鬼を切って落とすと、その勢いに圧倒され、また時と場所の不利を察した正影は、すぐに兵をまとめて退き去ったのである。 それが今度の手切れの原因となった。家康は浜松城へ帰ると、直ちに海との一戦を決意し、掛川城へ援軍として松平清宗を入れ、松平家忠にマムシズの取りを守らせた。こうして正面の守備を整えたところで、 ボダイ山ダッシュという秘策を立てたのだ。ボダイ山は掛川から東北へおよそ十里、駿河の国志通郡にあって、高さは七百尺余りだが、上に堅固な砦が築かれている。府中城の外類として、遠州からの攻め口を睨む、なかなか重要な拠点であった。 これを攻略して敵の側面へ一石を撃とうというのである。得まれたのは榊原の先手組で土田玄七郎を旗頭に150機、精兵すぐって敵類へと停進してきたのだった。菩提山奪取の使命は徳川本軍が 駿河へ突入するまで、府中の兵力を牽制するにある。すなわち、府中攻撃の捨て石になるわけで、全員挙げて討ち死にせよ、という意味はそこを指したのだ。印の末ではありませんかすぐ後ろにいた河津虎之助がそう言った。 そこに見えているようですが、うん。原子郎は足を止めた。探索を放って調べさせた印の松。敵類攻撃の足場となるべき場所へ着いたのだ。それは山の中段にある大地で、大きな赤松が草林の中に抜きんでており、そこから上は 草木を切り払った裸の斜面で頂上へと続いている。息を入れろ。原子郎はそう命じ、氷の荷田がつくのを待って、その中のひどくかさばる荷を一包みだけ別にした。何が入っているのか。重くはないが、ひどくかさばかりある包みだった。末吉。 末吉孫兵衛はいるか銀七郎は低い声で一人の若者を呼び寄せると、これをその方の組で頂上まで運べ、大切にするんだぞ。そう言ってその包みを孫兵衛に渡した。午前三時を過ぎた。 十分に休息した上、軽装になった兵たちは、二手に分かれ、鳥手の西と南から急な斜面を補服して、じりじりと塁に迫った。いよいよ雨の上がる知らせだろう。遠く東の方に雷鳴が聞こえ、あたりは幕を張ったように霧が巻き始めた。 その農無の中に、息を殺して這い登っていく兵たちの、合印の白い肩切れが、ちらちらと見えつ隠れつする。頂上の石類はもう目前に迫ったが、そこには何の物音もなく、ひっそりとして人の気配も感じられなかった。厳七郎は、 南側から五十人を率いて登ったが、やがて高く右手を上げて打ち振った。先方の切り込む合図だ。五人の銃手が鉄砲を上げて一度に撃った。新刊たる行案をつんざいて火が走り、谷谷にこだまして銃声がとどろき渡った。そして西側から、 百人の先法が切っ先を揃えて、累壁へ踊り込んだのである。不意打ちは、見事にこうをそうした。まだ府中でさえ、徳川軍が動き出したことは知らない。まして、ここまで突っ込んで来ようとは、予想もしていなかったので、先法が切って入るや、砦の中は、全く混乱に陥った。 そのまま改装し去るかと見えたが、さすがに怪士で、切り込んできた人数が少ないのを見ると、やがて立ち直り、愚足をつける糸間もなく、素肌で飛び出したようなものまでが、手に当たる槍刀を取って、猛然と反撃に出始めた。そこへ南側に待機していた源七郎の五十機が、 面も振らず突っ込んだ。掘りを掘り、石で組み上げた砦の中はひどく狭い。その狭い通路で、溜まり場で、累壁の陰で、絶叫と土豪が飛び交い、刃と槍とが相打った。正絶とも、壮烈とも、形容しようのない白兵戦が、 至るところに展開し、それが次第に鳥出の外へと移った。勝敗の別れが明らかとなり、類を飛び越え山腹を転げながら敗走する敵が目に突き出した。現七郎は五人ほどの敵を切り伏せた後、類壁の上に立って戦闘の指揮をしながら、 坂木原の先手組がいかに評判な先体であるかをまさしく己の目で見た。一人一人の正教なことは言うまでもないし、組となれば組全体、隊となれば隊全体が一つの先期にかっちりと結びつき、いかにも自在にその能力を発揮する。中でも、 特に目を引いたのは河津虎之助だった。彼は求めて強敵に当たり、いきなり己の全身を相手の切っ先へぶつける。敵を切る前に、まず己を切らせようとするかに見える。その真っ向からぶつけてゆく大胆不敵さは無類のもので、いかなる強敵も ほとんどこれを遮ることができぬありさまだった。戦いは疾風の殺火する面向きで終わり、朝明けの輝かしい光の中で、高らかに外貨を上げた土田隊は、休む暇もなく敵の激襲に対する防備を整えた。二打を上げ、渋滞を配置し、 崩れた累壁を直し、見張りを立てた。そして、敵味方の死傷者の始末をしてから、人員の転校をした。味方の損害は、死者24人とわずかな負傷者で、考えたよりもはるかに圧倒的な勝ち戦だった。兵糧を使う許しを出したのは、 午前八時を過ぎた頃である。思い思いの場所によりあって、弁当を開いた兵たちは、まるで野遊びにでも来た子供のように、危機としていた。おい、本当に朝飯前ということはあるものだな。誰かそういうものがあった。いかにも缶に耐えたという小姉だったので、わっと、 笑い出すものがあり、黙れやごとか、そんなことは、酒木原先手組の通礼だ、とか、わめき出すものもあって、まんまんたる活気が揺れ上がるように見えた。手早く兵糧を使った玄七郎は、一人で採類を隅々まで見回った。武庫、三宗両松蔵があり、 東に面して馬の通う道がついている。空堀は二重で、その後ろに石類を築き上げ、西南の隅に物見の暴楼がある。その下の石室のような造りが武将の詰め所であろう。そこから狭い通路が兵たちの長屋へ続いていた。水がないな。 すっかり見回った彼は、眉を潜めながらそうつぶやいた。なかなか堅固な取りだ。これなら小勢でも十分戦える。水の補強さえつけば。まず、水の湧く場所を見つけなければなるまい。そうつぶやいているところへ、かわず虎の助がやってきた。汗をお流しなさいませんか 今、水亀を見つけ出したのですが、いいな。銀七郎はすぐにきびすを返した。しかし、みんなに行き渡るほどあるか。いや、下へ今、水場を探しにやりましたから。そう言いながら、虎の助は、暴露の下へ導いていった。そこには、 四度余りも入りそうな水亀が担ぎ出してあり、半蔵の支度もできていた。それを見ると、数日来の汗と油で粘りつくような肌が急にやりきれなくなり、玄七郎は急いで具足を脱ぎにかかった。虎之助はそばから手を貸していたが、脱ぎ捨てられるものを片寄せているうちに、 ふと小さな複さ包みを見つけ出し、何やらいぶかしそうにじっとそれを見守っていた。ち七郎は頭からザブザブと水をかぶり始めた。これはやりきれない。こうつくてはどうにもならん。骨まで腐ってしまうぞ。 だるそうな声でそういうものがあった。また始めたぞこいつ。他に何か言うことはないのか口さえ開けば暑い暑いと知恵のない奴だ。じゃあ貴様暑くないのか暑いと思えば暑いさ。寒いと思えば寒い。すべてこれ人間盲念のいたすところだ。とうの、 なんとかいう詩人のなんとかいう詩だっけ安全がどうとかして、神道を滅却すれば、日もまた涼し、と点血に言っているくらいだ。安全がどうするんだ安全はどうでもいい。神道滅却というところが肝心だ。どうでもいいと言ったって、安全がどうかするから、日も涼しくなるんだろう。いや、 安全はどうもしやしない。安全は何もしないんだ。どうして何もしないんだ。ぶん殴るぞ。周りの者がみんな笑い出すと、向こうから一人が呼びかけた。やごに構うな。そのくらい無道りな奴はないぞ。この前、犬居攻めの時だったが、そう寄せになって、矢玉の中をひた押しに突っ込んでゆくと、 やごめん、俺の前へ、のそのそと背中を持ってきた。なんだと聞くと、背中を飲みが食っているから、ちょっと手を入れて書いてくれと言うんだ。なに飲みだってという声に連れて、みんなが失笑した。何しろ、やだまのビュービュー飛んでくる真ん中だからな。さすがの俺も、開いた口が塞がらなかったよ。 それで貴様どうした俺か俺はその、どうしたって。それは酒原の先手組だ。頼まれて嫌とは言えないじゃないか。つまり、背中へ手を入れて書いてやったわけか。言ってみれば、まあ、そういう結果になるな。今度こそみんな一度に笑い崩れた。ヤゴと呼ばれる男は、少しも同時ない顔つきで、 お前は無道りだ、なんぞというが、影湯工事二郎三郎左衛門、鉄砲玉に当たるのは我慢できるけれども、飲みに食われてかゆいのはたまらないぞ。そう言いながら、彼はいかにもたまらなそうな身振りをした。ましてかっちゅうをつけて、蒸されて、汗がじとじと流れている時などは、背中中がむずむずして、こうこの辺が、 おいやめろ、ヤゴベ。なんだかこっちまでかゆくなってくる。日陰になっているたまり場の話し声を聞きながら、源七郎は鳥手を回って行き、崖へ突き出しに組み上げてある物見へ登った。六月初めの夏空は、浮き雲もなく晴れ上がって、真上から降り注ぐ日光が、あたりの累壁へ、 目も痛いほどギラギラと照りつけている。しかし、物見へ登ると、スルナの海まで見渡す壮大な眺望が開け、吹き渡る風も肌に染みるほど爽やかだった。この鳥を占拠してから、もう十四日になる。いつ、逆寄せしてくるかもしれない敵に対して、 このわずかな日数がすでに決して楽なものではなかった。鳥出には水がないので、夜になると敵の監視の目をくぐっては谷合まで組みに行く。食料も少ないし、矢も玉も足りない。これは掛川城から補給が来るはずではあるが、それまでは今持っているだけで。 いかなる挑戦にも応じなければならないのだ。一戦して死ぬだけなら問題はないけれども、本軍の駿河進行まで敵兵力を引きつけておくのが最後の目的だとすると、単純ではない。しかも敵がどう攻めてくるかによって、防戦の方が決められるので、困難は一層大である。 煩能すべからず。原始郎は幾度も繰り返しそういさめた。挑んでくる戦いがいかなる形であろうとも、これを最終の目的まで引きつけて話さぬ。その一点の他になすべきことはないのだ。すべては事実に当面してからである。その前の思案は、 かえって紛れの元となるだろう。源七郎は眩しげに目を細めながら、根壁色にないでいる遠い海の色を見守り、ふと浜松の山河を思い描いたが、その時、後ろに人の足音がするのを聞きつけて振り返った。登ってきたのは河津虎之助であった。 ここは涼しゅうございますな。彼はそう言いながら近づいてきた。むやみに登ってきてはいけない。敵の目標になって狙撃されるぞ。銀七郎がそう止めるのを、ちょっとお話があるのですと押し返して、彼はじっとこちらの顔を見守った。同じ榊原の家臣ではあるが、 先手組へ来るまで、玄七郎は彼のことをよく知らなかった。彼が素晴らしい戦士であるのを知ったのは、この鳥を攻めた時のことで、その貧章と大胆不敵な戦いぶりは、まざまざと記憶にある。それで玄七郎は、彼に抜刀組の頭を命じ、 密かに片腕とも頼んでいたのであった。話というのは何だ実は先日ふとして拝見したのですが、虎之助はなお相手の目を見つめながら言った。お旗頭は珍しい缶か,かがみを持っておいでですな。あのふくさに包んだ品ですよ。 ゲイシチュロウは眉をひそめた。それはいつも鎧の下へつけて、なるべく人目に触れぬようにしていたものである。どうしてカワズがそれを見つけたのかわからず、不快な気持ちで次の言葉を待った。あの鏡の裏には、確か、 ボタンが掘ってあると思いますが違いますかどうしてそんなことを聞くのだボタンの鏡なら、拙者もあるところで見たことがあるのです。ちょっと資祭のある品でした。五感時代のものだというその値打ちは別として。そう言いながら、彼はしつこく、厳七郎の目を見つめて話さなかった。 その司祭というのはこうなんです。その鏡の持ち主には、美しい娘があって、鏡はその人の嫁入り道具に持たせてやる。つまり、無こ引きでというような意味でしょう。拙者が拝見した時、その持ち主はそう言っていました。ところがあなたがその鏡を持っておいでになる。 とするとつまり、つまりそれは、と銀七郎が遮った。どっちにしても、そこもとには関係のない話だ。そう、お思いですか。虎之助は口をぎゅっと片方へ歪めた。本当に関わりがないと、お思いなら、申し上げますが、その古鏡が、向こ引きでとして、 誰かの手に渡ったとしても、それは当の娘の知らないことなんです。というのは、すでに娘は他に言い交わしたものがあるのですから。いつも静かな原子郎の顔つきが、その時クッと引き締まった。虎之助はとどめを刺すような調子で、そうです、と続けた。その娘には、 行く末を訳したものがある。たとえ親がどう決めようとも、娘の心は他にあるんです。はっきり申し上げますが、それはこの川津虎之助ですよ。そう言い切った途端である。源七郎が物も言わずに突然彼を諸手で突き飛ばした。虎之助は青の毛にだっと倒れ、 何をなさると叫んで跳ね起きようとした。そこへ原子郎が折り重なるように身を伏せて押さえつけ、動くなと叫んだ。敵の狙撃だ。じっとしている。しかしそれより早く、カツカツと銃弾が物見の類壁をえぐり、石くずと土を跳ね飛ばした。ターンと谷にこだまして、 銃声がかなり間近に聞こえる。虎之助はコクッと息を呑んだ。しばらく被弾の隙を見ていたが、やがて原七郎は、早くこの間に類へ入れ、と虎之助を押し合った。一言だけ言っておくが、ここは戦場だ。これから、決して鏡のことなど、口にしてはならん。俺はここにいる。下へ行って、 二番組に、まずの木へ銃を伏せろと言え、敵は寄せてくるかもしれぬぞ。虎之助はつぶてのように、類の中へ飛び降りていった。厳七郎は身を伏せたまま、敵の様子を見合った。そこから、山の斜面の東と南側に、三つの谷がある。 敵はそこに陣を築いて攻撃の機を伺っているのだ。今、その一番左手の陣地のあたりに荘園の上がるのが見えた。お旗頭、王者を許してください。登り口から二番組のトネ・ゴロータがそう叫んだ。源七郎は、ならんと答えた。 撃つべき時には命令を出す。用意だけして待て。敵が見えているのです。お願いです。一発ずつでもいいですから、撃たしてください。ならん。という厳しい声で、しかしようやく五郎太は去っていった。敵は物見にいた二人を狙撃しただけで、間もなく銃声も止み、あたりはうだるような暑さの下で、 再び元の静けさに帰った。思いがけぬところから思いがけぬ問題が起こって、源七郎の心は少なからず遠惑した。虎の助がどんな男であるかは自分にはよくわかっている。戦いぶりそのままの直接な曇りのない性質で、決して根もないことを あのように言う男ではない。彼の言葉はおそらく事実であるか、よほど事実に近いものと思わなければならぬ。だが、それならあの時の忍の態度はどう返したらいいのか。この品がなんだか知っているかと聞いたら、忍は顔さえあからめながら、存じておりますと答えた。 それは、ボタンの鏡であるということよりも、その鏡の持っている意味を指している様子が明らかだった。少なくとも彼にはそう見えたのである。もしすでに、かわずと言いかわしてあったとすれば、平成の忍として、あのような態度を見せられるわけがない。そう考えるのは誤りであろうか。 しのぶの夫は俺だという虎の助の激しい表情と、頬をあからめながら心を決めたように振りあおいだ娘の目とが、ボタンの鏡を中心にして、解きがたい謎を源始郎に押し付けるようだった。もちろん、そんなことにいつまで心を苦しめていたわけではない。彼は、 もうねんを振り捨てるようにすぐそのことを忘れた。今、どんな小さなことを思う余地もないほど、彼の立場は重要である。そして実際、まもなく敵人の活気だってくるのが見え始めた。敵は日増しに兵を増強した。 遠い平原の方から山海の道を縫って、丘陵を回り森を抜けて、神馬の足元から立ち上る土ぼこりがうねうねと動きやまなかった。ことに檜の木峠のあたりでは、旗差し者のひらめく様も見え、矢玉や兵糧の二だと思えるおびただしい馬の列も数えられた。 奴らは恐ろしく大がかりでやってくるな。り手の人々は笑いながらそう言いはやした。つまり、駿府にありったけのものを持ってきてみせるんだろう。戦には負けても数では負けないというつもりなんだ。物惜しみをしないわけなんだな。そういう無駄口の裏に敵が 非常な兵馬と矢玉を集中するのは、この砦を守る自分たちの戦力の素晴らしさの反証であるという誇りと戒心の気持ちがあからさまに現れていた。芸室郎はしかし違った意味で喜びをじっと抑えていた。敵がここへ兵馬を多く集めることは願ってもない幸運である。 本軍進攻まで敵を牽制するという母大山選挙の目的はこれで半ば成功したとも言えよう。あとはこの敵を引きつけておけばよいのだ。ただ一つ、やだまが足りない。どう思案してもそれだけは不足だった。兵たちにもそれが懸念だと見え、 しきりに補給の二打の来るのを待ちかねていたが、やがて五人の組頭が揃って意見を述べに来た。掛川へ死者をやっていただきたいというのである。敵の攻撃はすぐ始まるかもしれません。糧食はともかく、矢玉はぜひ補給を要します。お許しくださるなら、拙者が掛川へ参りましょう。 とねごろうたがそう言った。源七郎チロウは被りを振った。それは予想。無論、補給が来ればそれに越したことはない。けれども、ここの戦いは、どれだけ矢玉があっても、これで十分という限度はないのだ。矢玉に頼るのは予想。全員あげてうちじに、という、 はじめの決意一つで戦ってゆこう。大勢ですが、どこかに棘のある調子で、河津虎之助がこちらを見た。だ玉の補給がつけばついただけ、戦いの効果も上がると思います。それとも、我々はただ、内地にさえすればよいのでしょうか全員が内地にさえすれば。 源子治郎は厳しく五人を見回していった。この隊の旗頭は土田源子治郎だ。命令は俺が出す。組頭としての意見までは聞くが、指図にわたる言葉は許さん。いずれも持ち場へ帰れ。これまでかつてない厳しい調子だった。 みんな、威圧されたように黙る中で、虎之助一人は、しかし、噛みつくような目で、玄七郎の横顔を睨んでいた。それから数日して、敵陣に新しく大軍の到着した様子が見えた。ちょうどその夜半に、菩提さんの砦へも、待ちに待った掛川から補給の氷がついた。 彼らは、五日前に大井川を渡ったのだが、敵の監視の網をくぐるのに時を費やし、菩提山の北側の県路をよじて、ようやくたどり着いたのであった。考えたよりも余分の矢玉と、食料に添えて酒が来た。けれども、それより意外だったのは、浜松にある家族からの、 恩心が託されてあったことだ。これは全く予想もしていなかったので、そこにもここにも喜びの叫びが上がった。源七郎には掛川にいる酒肥原康政からの密書と、そして浜松の三村勘兵衛からの手紙が渡された。彼は自分の詰め書へ入り、 小さな灯明の光の下で、それを開いた。安政の書面は、決戦の木を知らせるもので、恩貴家本軍は、6月17日、午後大井川を渡って進行する。母大さんの書士は、当日、万難を拝して、敵兵力を日没まで牽制せよ。そういう意味のことが、 簡単な力強い文章で記してあった。源七郎は読み終わるとともにふと微笑し、灯明の火を移してそれを焼き捨てた。それから三村勘兵衛の手紙を取って封を切ったが、中から出てきたのは忍ぶの文であった。気づいてみると、 風の主席も忍ぶのものである。芸師主郎は何事かと思い、灯明を引き寄せて読み始めた。取り急ぎ申し上げ参らせソロ。文はそういう書き出しで、出陣の日の出来事が正直に書いてあった。心ならずも虎の助に、はいと答えた前後のところは、文字も乱れているようで、 いかにも切ない気持ちが現れていた。一筋に思い詰めたるご様子なり、必死を覚悟のご出陣と申し、いかにも嫌とは申し上げられず、夢うつつのごとく、はいとお答え申し候うことにござそろ。あなた様へはお詫びのいたしようもなき不始末。忍ぶの身にも取り返しがたき。 そこまで読んできた源七郎は、後の文字を見るに耐えなくなって、突然と文を置いた。彼は片手で額を押さえ、低くうめきながら目をつむった。初めて謎が解けた。忍は自分と未来を言い交わしてある。そういった虎之助の言葉が、今こそよくわかる。 たとえそれが虎の助の一人画展だったとしても、その言葉に嘘はなかった。うーん。玄七郎はもう一度うめいたが、それから静かに立って類を出て行き、暴楼へと登っていった。深夜の暴楼で彼は一人何を考えたのであろうか。それは、 ぶがいじらしいというただ一つの思いだった。その時、はいと答えたしの心理が、原七郎には痛いほど鮮やかに推察できる。他のものなら言い,いえと言えたであろう。事情は話せないまでも、基人の上でというくらいは口にしたはずだ。 忍にはできなかった。悲しいほど哀れみの情の深い、哀れなほども温かい優しい忍しには、それができなかったのである。忍。原子ちろうは美しく星のきらめく空を振りあおぎ、静かに口の内でつぶやいた。よく、はいと言った。 それがお前には一番似合っている。不始末ではない。それでよかったんだ。虎之助の申し込みも一筋で美しい。これでいい。何も悲しむことはないじゃないか。俺は喜んで、あれに鏡を譲るよ。 半時ほどして暴露から降りた原子郎はすっかり落ち着いていた。彼はすぐ三村勘兵衛にあてて手紙を書いた。それからボタンの鏡を固く包みにして一緒に二駅の裁量に託した。彼らが山を降りていったのは夜明け前のことだった。この間に兵たちは やだまのにをとき、両食を倉へ運び入れていた。みんな生き生きと元気になり、突き上げてくる闘志を抑えかねるもののように、何やらわめいては叱られるが、すぐにまた好きなことを怒鳴ったり叫んだりしていた。六月十六日の夕刻、源七郎は河津虎之助を呼んで、 一通の書状を渡し、これを持って掛川城へ行けと命じた。日が暮れたらすぐ山を降りろ。この書状をいかなることがあってもご主君へお手渡し申すのだ。拙者が参るのですか虎之助は青くなり、静かに被かりを振った。失礼ですが、 他の者のにお命じください。拙者はここに留まります。この時にあたって戦場を去ることはできません。旗頭の命令だ。威灰は許さん。鏡の返礼ですか。虎之助は口を引きがめた。我々先手組は、この取りを守って決戦する。全員残らず討ち死にだ、とあなたはおっしゃった。 その決戦の時を眼前にして、拙者を覗こうとなさる。ボタンの鏡がそれほど。声を震わせてそこまで言いかけたが、源七郎は大股に一歩進み出ると、手を挙げて虎之助の高頬を激しく打った。二つ、三つ。そして、よろめく相手の上へ、のしかかるように、黙れ、と叫んだ。 ここは戦場だ。我々は武士だ。女のことなどで、うろたえるような未練者は一人もおらぬ。死ぬも方向、生きるも方向、いずれにまさりおとりがあるか。旗頭として、その方ならではと思うから命ずる。河津虎之助、掛川城の御主君まで死者を申しつけるぞ。 出発は日没と同時だ。分かったか決めつけるように言うと、原始中郎はキビスを巡らして自分の詰め所へ去った。虎之助はその日の暮れ方に山を降りて行った。谷へ入るところで敵に見つけられ、しばらく銃撃された様子だったが、確かに駆け抜けて行くのを見たものがあった。 足を打たれたと見えて陸を引いていた。しかし元気に森へ飛び込んで行くのがはっきりと見えた。その森は谷の外れからイク川の流れまで地を覆っている。そこへ入ればあとは大丈夫だろう。これで心残りはないと、原子郎は大きく安堵の息をついた。 そしてその夜、彼は鳥の広場へ全員を集めた。全く風のない静かな夜で、虫の根が湧くように湿った焼きを震わせていた。源七郎は兵の一人一人を見回しながら、明日こそ決戦の時であると告げた。明日十七日午後、三旗本本軍は、 大井川を渡って、寸布城攻撃の火蓋を切る。我らは、日没まで、敵の兵力を、この菩提山へ引き付けておかなければならない。先手組が、この砦を奪取した意味は、そこにあるのだ。ここが死に場所だ。しっかりやろうぞ。簡単な静かな言葉だったが、 かねてこの木を待っていた兵たちは、火のような興奮のためにどよめいた。源七郎は、別園の酒を開けろと命じ、自分も兵たちの中に席を占めた。賑やかな、まるで外人の祝いを思わせるような明るい主演がそれから一時ほど続き、やがて見張りを残して、 兵たちはそれぞれ眠りについた。玄七郎は兵たちが寝静まるのを待って、四人の組頭を連れて武庫へ入って行き、かさばった大きな荷包みを運び出した。それは掛川から持ってきて、武庫へ収めたまま手もつけなかったものである。 一体何だろうという疑問の種になっていたのが、今ようやく目の前に解き開かれるのだ。組頭たちは暴露の下へ運んでくると、鏡をそそられた様子で、その包みを取り囲んだ。芸七郎は姿勢を正して、礼と言った。 四人はびっくりしながら急いで抵当した。そして荷包みが解かれた。幾重にも包んである中から現れたのは金の五平と金の扇の二つの大馬印だった。四人はあっと息を呑んだ。それは二つとも徳川家康の馬印である。 家康本人ならでは見ることのできないものなのだ。彼らはあまりに意外だったので、半ば呆然と玄七郎を帰り見た。玄七郎は静かに手を挙げて、それを累壁の上へ立てるのだ。そう言いながら自分から先にその場所へ上がっていた。 おい、見ろ。ご本人の馬印だ。これはどうだ。夢じゃないのか。お馬印だ。夢じゃない。三旗元、ご本人の馬印だ。まだ開け切らぬ創業の取り出に、時ならぬ叫び声が起こり、兵たちが飛び出してきた。類壁の上には、家康本人の大馬印が立ち、 それを守るように、榊原の赤字供養生、酒井の根字四つ目、水野の黒字に通報線と、三部将の馬印差し物が堂々と並んでいる。みんな目を見張り、あっけに取られて振りあおいだ。どうしたことだ誰も彼も自分の目を疑った。しかし、敵の驚愕は、 そんな程度のものではなかったらしい。朝の光が菩提山の砦をくっきりと描き出したとき、突風でも吹き渡るように敵陣の上に慌ただしい動揺が現れ、まるで殴り込まれるような形で渋滞が火蓋を切った。かくて敵の銃者によって血栓の幕は上がった。 一巡の間、兵と武器弾薬を集結していた海勢は、山上に徳川本軍ありと見て、全陣地に伝令を飛ばし、後ろ備えをも上げて、総攻めの体制を取った。銀七郎はこれを静かに見ていた。戦は彼の測った方向へ傾いてきている。はじめ、 掛川を出るときから、先手組の過数で敵の兵力を引きつけるには、これが考えられる最上の策だ。そう思って、密かに本人の大間印を模索してきた。しかし、敵がその策に乗るかどうかは、半ば疑わしかったのである。それが行行にも図に当たったのだ。敵は、 見事に誘い込まれてきたし、味方の兵たちはご本人の馬印の下で死ねるという思い儲けぬ幸運のために四季百倍した。あとはただ傾いてきたこの戦の方向を掴んで離さなければよい。味方の一人一人が最後の一人が打ち死にするまでがっちりと 敵を引きつけて戦うのだ。落ち着いて行こう。日没まで時刻はたっぷりある。源七郎はそうつぶやきながら、暴楼へ上がっていった。銃者に始まった敵の攻撃は、時の移るに従って、徐々と接近戦になり、午前十時ごろには一度敵のやりたいが、 類下の堀まで突っ込んできた。しかし、厳七郎はあくまで修正を取り、適宜に矢玉を打ち込むだけで、敵の誘いに乗ることを厳しく押さえつけていた。探りと誘いを兼ねた襲撃が幾度か行われ、神構前も次第に近接してきた。焼けつくような日光が、 ギラギラと照りつける下で、荘園が舞い立ち、銃声と時の声が谷間にこだました。前進してきた敵は、鳥を東南から囲み、半円を随時に縮めながら、激しい銃射と突撃とを八つぎ早に繰り返した。戦機はようやく熟しつつある。今だ。 ゲイシチロウは抑えに抑えていた第一子を放った。三番組の抜刀隊を切り込ませたのである。それは馬の刻をかなり過ぎた頃だった。砦出を降りてまっすぐに敵の中へ踊り込んだ二十四人の抜刀隊は、群がる人数を相手に悪気のごとく切り結んだ上、 あるいは敵と差し違え、あるいは投げ伏せ、切り伏せ、奥へと突っ込み、愛組んで谷へ転げ落ち、散々に戦って一人残らず打ち死にをした。およそ半時余り続いたこの死闘が終わると、敵の攻撃は再び鳥へと集中した。今度は荒手も加わって、 左右から銃をいかけつつ、ひしひしと攻めぼってくる。厳七郎は右翼から槍組を突っ込ませた。そして白兵戦が右翼に展開した時、二番組の抜刀隊を棚まで切って出した。しかしこの二隊は一戦するとすぐ取りへ引かせ、押し詰めてきた敵の頭上へ狙い撃ちに 矢玉を叩き込んだ。合戦は思いのほか早く、頂点に達するかに見える。源七郎は指揮を取りながら、暴露にいる物見の兵に呼びかけた。物見、本軍の動く様子はないか。何も見えません。物見の兵はそう叫び返した。まだ何も。 銀七郎は唇を噛んだ。本軍の大井川勝渡りが住むまでは、この取り出を確保しなければならない。焦るな、焦るな。彼は盛り上がってくる決戦の木を前にして、ともすれば流行り立つ心をぐっと引き締め、ひとしきり防戦を銃撃に集めた。 午後二時過ぎると、ルイの中に寝ていた将兵たち、十七人も出てきた。彼らは、この鳥をダッシュするとき負傷したもので、それまで固く出ることを禁じられていたのだが、さ叫び、時の声の激しくなりまさるのを聞いてたまりかね、ついにルイへ出て戦いに加わったのである。 彼らは死者の銃を取り弓を持った。弾を運び水を配って回った。敵の矢玉はその頃から圧倒的になり、みるみる味方の損害が増し始めた。おい、影湯孝治治郎三郎座右衛門。左翼の累壁の下でそう呼ぶ声がした。 呼ばれた者が振り返ると、相手は横様に倒れ、銃を左手に起き上がろうとしているところだった。どうした、ヤゴベ、やられたか何彼ははせよった友を見上げ、にっと笑いながら首を振った。背中を、また飲みが食い上がる。すまないが、手を入れて書いてくれ。そっか。 うなずくなり、具足の襟をくつろげ、手を差し入れてかきさぐった。飲みではなく、貫通した重曹から流れ出る血だった。いい気持ちだ。すまないなあ、影湯工じ次郎サブローズ。そこまで言いかけると、彼は急にがっくりと前へ崩れた。だが、かすかにこう続けた。 長すぎる。べらぼうに長いなだ。来世は、もっと短いのをつけてもらえよ。そして、絶足した。その時である、暴露から、物見の兵の大きな叫びが聞こえてきた。お旗頭、土煙が見えます。なあに、どうした原始郎は中央へ飛び出した。 金谷の上流に土ぼこりが大きく動いています。本軍が進撃を始めました。その叫びは狭い類の中いっぱいに響き渡り、兵たちは喉も避けようと観光の声を上げた。物見からは刻々に本軍の動きを知らせる叫びが聞こえた。大井川に行き着いた土煙は、 先方が勝ち渡りしたと見えて、川を二つに分けて帯のように空へ棚引き上がり、そのまま東へ東へとひた押しに移動してゆく。明らかに東岸の敵陣を突破した様子だった。この知らせの一つ一つが鳥出の兵を狂気させた。とうとうここまでこぎつけた。 銀七郎は神にも謝したい気持ちでそう思い、一層熾烈になった敵人の中へ大股に出て行った。みんな聞け。三旗本本軍は大井川を越して、今駿府へとまっしぐらに進んでいる。我々はお役に立った。ここが先度だ。最後の一人まで、大馬印の下で死のうぞ。 それに応えて、鳥手を覆うように時が上がった。源七郎は刀を抜き、家康の大馬印のもとへ行って立った。傾きかかった真夏の日は、なお烈々と輝き、三端たるこの戦場を斜めに照らし出していた。大馬印徳川本軍は、 その世のうちに不中城を攻め落とした。山形正影は奇襲を受けきれぬと見て、ろくも旗を巻いて退却した。家康が入城するとすぐ、榊原康政がお目通りを願い出た。家康は待ちかねていた様子で、彼が目通りへ出ると、いきなり菩提山の様子を尋ねた。 今日の奇襲が成功したのは、菩提さんの取り出が、敵の中枢勢力を引きつけて離さなかった点にある。だが、わずかな兵数で、どうしてこれだけのことが成し得たのか。家康には、それが何より不信だった。いかなる辛抱気略があったのか。申し上げます。 安政は問いに答えて言った。誠に申し訳もなき次第ではございますが、かの取り出には本人のお馬印を立てたのでございます。本人の俺の馬印か。家康は目を見張った。三旗本本軍が山上に詰めたと見せるために、 もったいのうはござれども、お馬印を拝借つかまつりますと、前夜一人の使者をもって願い出ました。お許しもなく、お馬印を拝借つかまつるなど、なんとも戦場無礼の沙汰ではございますが、貨幣をもって敵の大軍を引きつけ、駿府攻略のお役の端にも相立ちましたことなれば、何とぞ、 お慈悲を持ちまして。もうよい。わかっている。家康は手を振りながら、ふとその両岸を閉じ、神戸を垂れた。かなり長いことそうしていたが、やがて静かに表を上げて。二度とはならぬが、この度は許す。その方、すぐ、見に行ってやれ。はっ。 生死にかかわらず、これを使わすぞ。そう言いながら、家康は着ているジンバウリを脱いで差し出した。康政は押しいただいて受け、幕影を下がると、そのまま夜道をかけて菩提山へ向かった。康政主従が山上へたどり着いたのは、明くる日の黄昏前だった。 足の踏むところ、目を向けるところ、どこもかしこも死体だった。焼けたボーや崩れた累壁の下まで探したが、息のあるものは一人もなかった。防げるだけ防ぎ、最後には敵が切り込んできたと見え、差し違えて死んでいるものが随分があった。中には、 負傷して身動きができなかったのだろう。自らぶくした者も十人余りいた。土田玄七郎の死体は、大馬印の下に見つかった。そこで最も激しい戦いがあったらしく、折り重なっている二十人余りの屍は、兜が飛び、鎧はズタズタにちぎれ、 持っている刀も、あるいは折れ、あるいは、ノコギリのように箱ぼれがしていた。あまりの凄まじさに、安政も従者たちも声が出なかった。しかし、無惨とか、哀れとかいう感じはいささかもない。ただ、神々しいまでに壮烈だ。 神々しいというより他に、形容のしようのない、壮烈なありさまだった。源七郎の亡骸を起こしてやれ。安政がそう命じた。従者の二人が左右から源七郎の死体を抱き起こした。安政は、下死されてきた人羽織を取って、 静かに進み寄り、生きている者に言うように、感動を抑えた低い声で言った。あっぱれ、よく戦ったな、土田玄七郎。お馬印のことは、お許しが下ったぞ。その上、五着用の陣羽織を使わすとの仰せだ。俺が着せてやるぞ。 いいか。そして、自ら死体に着せてやった。嬉しかろう。見事なしゃぶりだぞ。その時初めて、安政の目から涙がハラハラと溢れ落ちた。ひれ伏している従者たちの間に、おえつの声が広がった。 少々と吹き渡る風が、この凄まじい戦の跡を弔うかのように、松の小を鳴らしていた。浜松の留守城にいた三村勘兵衛のもとへ、土田源七郎の書状が届いたのは、先手組の全員が母大山で討ち死にを遂げたという秘宝とほとんど同時であった。 書状に添えて、ボタンの鏡が戻されてきた。勘兵衛は手紙を読み終えると、娘を招いて、これを読んでみろと渡した。忍ぶには、それが誰の書状であるかすぐにわかり、ちょっと顔を青くしながら、しかし、落ち着いた態度で開いた。心急ぎ揃う,うまま、 一切、尽くし申さずそろこの度、出陣の握り、ご秘蔵の古鏡、ご敬由に預かり候うこと、身に余る家宝と存じそろ去りながら、拙者には、お受け申すこと、愛なりがたく、物付けの儀いかにも申し訳、これなくそうらえども。ぜひぜひ、河津虎之助にこそ、 古鏡、お譲り下されたく存じそ。う。虎之助ことは、無双の者のふにて、拙者には、片腕とも、弟とも頼む者にござ揃う。忍殿にも、よくよく、この儀、お伝えの上、やがて、過食の恩祝いもあらば、定説なる妻として、 末長くお使いなさるべく、万福の栄えをこそお祈り申し上げそろ。源七郎。源七郎という署名の力強い文字を見ながら、忍は溢れてくる涙を抑えることができなかった。源七郎の広く温かい心が、 悲しいほど直に胸を打つ。自分が迂かつだったために犯した取り返しようのない過ちをかばって、虎之助に鏡を譲ってくれ、と自ら父に頼んでくれた。大説な妻になれ、という一言は、おそらく忍に呼びかけているのであろう。 よくわかりました。源七郎様。ぶはそっと心の内で答えた。私、河津の家へと継ぎます。そして、虎之助殿の定説な妻になります。それがあなた様へのお詫びの印にもなると信じますから。勘兵衛は、 娘の様子を痛ましげに見守っていたが、やがて静かにいたわるように言った。河津は怪我をして掛川にいるそうだ。間もなく浜松へ帰って参るだろう。源七郎の志だ。もし帰ってきたら、お前からこの鏡を送るがよい。わかったな。 はい。はいと口の内で答えながら、忍は両手で表を覆った。傍らにいた母親のおすげもそっと目を抑えた。勘兵衛は膝の上で固く拳を握り、妻まの,の方へ目をそらしながら、まるで自分で自分を慰めるように 源始治郎は、殿から御着用の陣羽織を配慮したという。ものの府としては、無常の死に方だった。まことに、羨むべきやつだ。